ったらですね、次は、駅ノートですね。駅ノートの方を撮影していきたいなと思います。駅ノートはね、一応2冊あります。あ、いや、2冊どころじゃ結構ね、たくさんあるかもしれない。あ、結構ね、たくさんある。どれから見ていいか、ナンバー6まである。ここもなかなか、駅ノートが多いところですね。まあそしたらまあ3、ちょっとね、積んであった順に読んでいきましょう。見ていきましょう。一言書いてね。あ、鉄路の響き剥がされてますね。ここなんか民度低めですね。隣の大岸に比べると。まあやっぱり観光客少ないかもしれないですね。ここね、海見えないし、いい漁村なんですけどね。あ、ここにも今でしょ、この時今でしょ流行ってたんだ。この頃か、今でしょが流行ってたの。なんだ、やりまん集まれ。まあここもあれですね、小諸への拠点駅として使える駅ではありますが、フリーザ。今のところそんなに、闇の深い書き込みってない、かな。なんだこれ。話の通じる相手ではないだろうなと思っていたけど、本当にここまで話が通じないとは。ここの前のページなくなっていますが、私の描いたイラストがあったんです。ところがそういうイラストを狙ってノートを破っていく輩がいるようでして、書けばまた破られるという、出分駅だけではなく道内あちこちで得られています。これ以上ノートが破られるのは見たくないので、当面駅ノートにイラストを残すのは自粛することにします。何よりも私は豚に餌をやるためにイラストを描いてるんじゃないと書かれています。こうやって、駅ノートのイラストもですね、あんまり書かれることは少なくなっていくということですね。まあ、日本の治安もその程度ということでしょうか。北総鉄道のやつ。鉄路の響きがあります。小諸駅何もなかったけど、小諸駅って何もないところを楽しむという、そういう駅ですからね。小諸駅が廃駅になるとか、あ、この頃そうか。小諸駅廃駅説が流れてたんだ。結局ね、ならなかったんだ。そういえば俺もそうだった。廃駅になるって聞いて慌てて行ったんだった。そしたら、残ったんだ。豊臣の弥生ちゃんに全裸にされ制服着たまま乳首舐め手こきとペラされたミニスカ JK の弥生ちゃんの太ももにザーメンいっぱい出したぜ
豊臣の次女 JK 弥生ちゃん最強、豊臣のドキュンデブニートチャック保つ。チャック保つがこんなに長文書くなんて珍しいっていうのと、あとあのチャック保つといえばですね、駅ノートがあっても落書きするのかなと思ってるんですけども、そっちにはねチャック保つなかったですね。あ、もしかしたらポスターの下にあるのかもしれませんけどね。外川さん、ギャグが出てますね。レブン駅訪問、セブンイレブンはないね。レブンブンブン8が飛ぶ。今度はここから汽車で小幌駅に行ってみたいな。札幌市南区、隅川のハゲ外川文夫と。あははは、ゾウさん。なんだこれ。村井町長を辞めらせて、村井町長リコール、小幌が何さ3000万もかけて、今すぐ辞めさせろ。うわぁ、闇が深いなぁ。JR 北海道の小出し廃線廃駅化断固大反対と、JR 北海道死ね激怒。 JR 北海道死んだら JR 北海道の駅全部廃駅になりますからね、札幌駅も。で、なんだろうな、あの結局あれですね、あのウイルスとか、まあ、細菌が人間に感染して人間を死にですね、向かわせようとするんですけれども、死んじゃったらもう、バイ菌もウイルスも生存ができなくなってしまうっていう、そういうのに、あの、近いものをですね、私は感じました。いや、こっちの方がですね、闇深いですよ。隣の駅より、隣の大木瀬駅より。駅のところは2か。虫半端ね、まあ、この時期虫少ないからね、いいですよね。いや、昨日とかね、助かるわ。